そして彼が私と踊ったの。テストタイムよ。はあ、本気なの？やだ、勉強してないのに。きっと不合格ね。何もかも想定内。ここに答えがあるの。それってカンニング？二人だけの秘密よ。あなたにもあげる。うわぁ、私って悪い子ね。これにピンを刺して机の下に貼り付ける。これで回転するの。先生は全く気づかないわ。おっと、来た来た。一体何をしているの？すべていつも通りね。いいわ、テストを終わらせてちょうだい。あー、危なかった。ハイタッチ。面白くてやめられない。あら、ジャスミンじゃない。ヘロー、ママ。宿題を手伝ってくれない？そんなに難しくないはず。ちょっと見せて。すごくシンプルよ。例えばこの問題、古代ギリシャ人はこうして解いてたわ。何を話してるの？それじゃあもう一度。この手には指が一本あって、そしてこちらにも一つ。一緒に足してみたら。彼女はどこ？ジャスミン？ちょっと？こっちの方が楽しいもん。ママ、いらっしゃい。宿題を終わらせないと。やらなきゃダメ？そこで待ってて。いいアイディアがあるわ。こっちに来て。気をつけて。じゃあまずは基本から。すごく簡単なのよ。知っておいて損はないわ。ウィー、わかった？全然聞いてないわね。もう一つアイディアがある。カードをこのように切って似たような紙を作る。数字をこちらにスライドさせてやってみるわね。3+5=8。うまくいった。とっても簡単。わお。次の問題もいくわよ。数字を並べて答えは9。あっという間でしょ。あなたは天才ママだわ。これで宿題が楽になるでしょ。ありがとうママ。どういたしまして。もう家に着いたの？ただいま。 A プラスを取っちゃった。うわあ、すごいじゃない。あなたを誇りに思うわ。そうだ、まだ宿題が残ってる。すごく難しそう。はい、どうぞ。なんてこと。大変。これは限定バージョンなの。手に入れられて超ラッキーだわ。パリの最新スタイルなんだから。本当に美しいわ。しかもシック。さてと、授業の準備万端。おっと、ごめんなさい。あら、私のカバンが。これを見て、壊れちゃった。待って、いいアイディアがある。うまくいくかも。ストラップを私のノートにつなげて、それからキーホルダーをつける。これでバッチリ。授業に行きましょう。え、それは何？新しいバッグだけど、とっても個性的でしょ。ペンは持ってる？ここについてるわ。はい、どうぞ。羨ましいな。私もそんなバッグが欲しいわ。世界で一つよ。今日これをゲットしたの。たくさんの絵の具と色鉛筆がこんなに素敵だと思わない？あら、何のノイズかしら。あんなことではしゃいで見せつけてやる。みんな驚くはず。よし、完成。かなり満足してるわ。これを見て。聞いてる？まるでレインボーでしょ。嘘でしょ、虫なんて。もうイライラしてきた。もう一回やり直し。ここに線を加えて、さらに色を足す。いいわ、もう一度。ねえ、注目して。早く使いたいな。それは何？こっちも忘れないで。そうだった。もう無理。あら、ハニー、どうしたの？誰も私の絵に興味ないの。高級なペンも持ってないし。悲しまないで。すべてうまくいくわ。ちょっと待って、あの絵たちすごくカラフルよ。あなたはとても才能がある。だからこれをあげる。ママ本当に？これで私のアートがレベルアップできる。早く試さなくちゃ。とてもワクワクする。最初はオレンジかな。いくわよ。わあ、これを見て。まさにこれが欲しかったの。まさにパーフェクト。ありがとうママ。学校が待ちきれない。わあ、とってもクール。アーティストならこれくらいね。ちょっと、私はどうなるの？この花を見て。
静かにしてくれない？触ってみてもいい？やってられない。もう、うわー、汚れたお皿が山積み。ほら、洗わないとだろ。私？いや、なんでよ、そっちでしょ。いや、ごめん、電話が来ちゃって。クリス、どういうことよ。もう、やるしかないってわけね。汚い、お皿洗い嫌い。なんで全部ケチャップだらけなの。そうだ、これで思いついた。信頼と実績の赤いマーカー、それから黒ペンと白チョークもね。よし、リアルに見えるわ。大事なのは演技力。ああ、痛い。どうしたの？何何？うわ、めっちゃ切れてる。はい、そこ座って。そこ休んでて、お皿は俺がやるから。ありがとう、クリス。本当に痛いの。え、何笑ってるの？フィットネスのお時間。めっちゃ運動してやるぞ。てか俺、結構イケてる。いやー、出来の悪い映画俳優みたい。ないわ、続編まで始まった。ま、ヌテラ食べてれば心は落ち着くわ。あ、いいこと思いついた。接着剤でクリスをびっくりさせてやろうっと。この蓋をそのまま戻して。ねえクリス、この蓋開けてくれない？硬すぎて。いやー、俺と俺の筋肉が近くにいてよかったな。俺抜きじゃ絶対無理だろ。なーに、こいつは腕の力が大事なんだ。頑張ってクリス、できるわよ。なんでこんな硬いの。うわ、無理、俺じゃ無理。さて、そしたら苦しみから解放してあげましょう。もっと惨めな思いでね。私もう一回やってみようかな。君が？開けられるわけないだろう。そんなほっそりした手首と腕じゃ。そーれ。え、一体どうして、どういうこっちゃ。全然筋肉ないのに、運動が足りない。引っかかったわね。見てるからな、俺のジュース飲むなよ。おー、怖い怖い。でも、それって私への挑戦よね。じゃ、ジュースもーらい。あー、美味しかった。しかも気づかれなかった。あれ、俺のジュースは空っぽだ。一滴も残らず。君が犯人だってのは知ってんだからな。こればっかりはやりすぎだ。教訓を教えてやる。よし、ぴったり入るぞ。うわ、俺の手がはまった。ああ、どうしよう、どうすればいいの。動かないで、今抜いてあげるから。待って、考えがある。オリーブオイルで抜けるかも。ダメだ、まだ抜けない。ちょっと待って、一度手抜いたじゃないの。はは、騙されてたね。ポテチで元気をもらわなきゃ。あとちょっとでこの面クリアできるんだ。ねえクリス、あのさ、顔が邪魔で見えないんだけど。そこでおとなしくしてて。クリス、私の新しいドレスどう？ほらほら、ダンス行きましょう。悪いけど今ゲームしてるんだ。でもチケット買っちゃったし。どうよ、楽しいはずよ。ダメ、パス。ああ、ポテチがもうない。もっと取ってこなきゃ。もう、一緒に行ってくれないとかひどい。あの変なゲームばっかり。じゃ、懲らしめてやりますか。クッションを桶いっぱいの水とすり替えて、その上からブランケットを普通にかける。あ、やってきた。ゲームに気を取られてるわ。あ、来た来た。ああ、ズボンがびしょびしょね。うわ、冷たい。何したんだよ、ぐしょぐしょだ。着替えなきゃじゃないか。
お洋服畳みましょう。シワが寄ったら嫌だもんね。できた。超完璧。糸くずもなし。あとはしまうだけ。そーっとそーっと。これでよし。置くべき場所に置けたわ。あとは残りも終わらせないと。ああ、服がビシッとしてると嬉しいわ。ああ、よく寝たな。そこら中洗濯物だらけだ。全部しまうの面倒だな。あ、いいこと考えた。服を集めて、全部くしゃくしゃーっとして。どうだい？ボールみたいだろ。じゃ、シュートが入るか試してみるぞ。棚の上、タンスの中。よっしゃ、ナイスシュート。うわー、ゆうべからぐっすり寝た。起きて、一日のスタートね。あ、なんて夜だ。ゲームしながら寝ちゃったみたいだな。うわ、息がくっさい。うわー、まるでお化けみたい。さて、お目目のお手入れ。完璧。お肌がすべすべね。疲れたな。まずは口の匂いを何とかしないと。これが役に立つな。歯ブラシなんていらないさ。よし、ずっと綺麗になった。この新しいボディーソープ。ローションも忘れずに、クリームも、日焼け止めも。一本で10の効果。石鹸もシャンプーもいらないさ。TikTok もあったとれさ。あれ、なんか出来物できてる。仕上げのパウダーで終わり。今日の服を選びましょう。ダメ、これじゃないわ。ふう、今日の匂いチェック悪くないな。出かける準備よし。ああ、またダンスに行くのが楽しみだわ。でも今着るわけじゃないでしょ。なんで着るものが見つからないの。ああ、外は気持ちいいな。やっと出れた。でもう夜。ああ、もう、また中に戻らなきゃ。もう少しで傑作が完成する。美術館に飾られるかな。待って、これジャスティンの。僕のより全然上手。目を細めればよく見えるかな。はあ、全然ダメだ。すぐ戻るね。削りカスをゴミ箱に入れてくる。僕も上手に描けたらいいのに。そうだ、思いついた。サランラップを使うんだ。絵の上に置いたら上から描く。線をなぞるよ。簡単。僕って天才。まさに芸術家って感じでしょ。真似じゃなくてインスピレーションだよ。サランラップを取ったら紙の上に乗せて綿棒でインクを写すんだ。じゃじゃーん、やった。ジャスティン見て。嘘、僕のにそっくり。すごいな、僕たち考え方が似てるね。これこそが才能。イエーイ。だから僕たち友達なんだ。うん、この宿題難しいな。待て、今のはなんだ。全然わからない。理解ができないよ。ああ、数式がどんどん増える。近づかないで。ジャスティン、赤点だ。居残り決定。うわあ、何の音？タンコブができた。部屋がぐるぐるしてる。いや、大丈夫そう。どうしたんだい？なんで物理って難しいの？全然わからない。テストに受からないよ。頭が。ちょっと待って、先に絆創膏をつける。うわ、汚い。もっと気をつけなきゃ。ふう、これでよし。パパ、ちゃんと集中して。落第したくない。勉強すればいいんじゃないか。頑張っても忘れちゃうんだ。待って、そうだ、ジャスティン、その調子。
その絆創膏ちょうだい。もらい。これが解決してくれる。赤点バイバイ。プラスチック部分を剥がしたら紙に数式を書いておくんだ。絆創膏の真ん中につければいつでも答えが確認できる。これで安心。はあ、顔中が痛い。うわ、どうしたんだい。まだ傷が深いから今度話すよ。でもテストは受けるよな。もちろん勉強したからね。よし、幸運を祈る。絆創膏を剥がせば答えが目の前にある。賢いと思わない？はあ、美術の授業じゃないみたい。なんで勉強しなかったんだろう。絶対に落ちる。待って、先生見てない。今がチャンス。ゆっくり静かに動こう。スマホがあってよかった。これが必要。そうすれば解けるはず。どうして、次は後ろで何をしているんだ。それはスマホか。もう大丈夫。そうかい。いつからいたの。ずっと。スマホを渡しなさい、アレックス。ダメだろう。テストを終わらせなさい。信じらんない。別にいいもん。スマホは取られちゃったけど、お菓子はまだあるから。このポテチは特別なんだ。答えが入ってるからね。あとでポテチも食べられるから最高。嘘だろ。誰かに見られている気がする。気のせいかな。ポテチわしに、なんてね。またか。こうなったらしょうがない。赤点だ。はあ、気持ちいい。部屋を出なさい。意地悪。泣くんだったら他でやれ。パパ、どうしたんだい。頑張ったのにテスト落ちちゃったんだ。落ち着いて。うん、そうだ、いいこと考えた。まずは虫眼鏡の取っ手を外す。次にカードのチューブを使うよ。レンズの上に乗せたら、糊で固定する。グルーガンで一周したら、赤いテープを使うよ。レンズの周りにつけてね。綺麗に見せたいから。アレックス、はい、これ使ってみて。何？目に当ててごらん。すぐ戻る。いい？これを見てみて。ああ、なるほど、答えが見える。すごいな。テストの時間だ。今回のテストは難しいぞ。自信はある。本当かい。スタート。また赤点かな。絶対に受かるもんね。パパ、どこ。あれは木か。この変装うまくいきそう。アレックス、ここだよ。完璧、さすがパパ、ありがとう。うん、なんか言ったか。何してるんだ。何かがおかしい。調査しないと。今のところ問題なし。それはなんだ。何も、何の話しているのかわかんない。ほら見て。おう、あそこに怪しい建築者がいる。ああ、自然に。うん、問題なさそうだな。アレックス、悪かった。危機一髪。わお、先生よく話すな。全然理解できない。これは絶対に覚えておきなさい。テストに出てくるよ。ベラベラベラとしか聞こえない。あ、そうだ、お菓子を食べよう。ずっと聞いていたからお腹すいた。うん、甘い甘いお菓子。なんだ今のは。お菓子の包み紙。いただきます。何してるんだ。ダメだろ。ルールはルール。お菓子は禁止、没収だ。他のもね。しょうがない。本物かどうか確認しないと。うん、 100% 砂糖だ。続き。お菓子は禁止だったらソーダを飲む。うん、僕のお気に入り。今度こそ気をつけよう。隠さなきゃ。全然気づいてない。あれ、どこに行った。じゃなくて、先生。それは私のかな。一体どこから来たんだろう。アレックス、これが最後の忠告だ。
後ろ向いた。早くしないと。させない。うん、私に勝てると思ったら大間違い。これは捨てておく。あと少しで食べられたのに。目を離さないからな。うるさいな。諦めるしかないか。待って、このノリ、いいこと思いついた。これ使える。まずはノリを取り除いてチューブの中身をきれいにする。好きなお菓子を用意したら全部一つにしてキャンディーのボールを作るよ。チューブを押し入れて余分な部分を取り除くんだ。こうやって注意しながらね。後で使うよ。キャンディースティックの出来上がり。チューブをひねるとお菓子が出てくる。計画通りだな。そして誰からも疑われない。うん、美味しい。なんだ、いい匂いがする。またか。それはお菓子？え、違うよ、まさか。うん、何かがおかしい。近くで見てみよう。どうぞ。本当に何もないから。普通に海苔を使ってるだけだよ。本当かい？そうみたいだな。お菓子はなさそうだし、気のせいかも。でしょ、海苔つけたいから向こうに行って。うん、おいしい。この授業そんなに悪くないかも。わ、テスト A だった。やった、嬉しい、超嬉しい。あー、すごいね。僕の成績やばい。大丈夫、なんとかしてあげるから。ほら、ここにちょっとノリをつけて。悪い成績飛んでいけ。ほら、成績が剥がれた。悪い成績さようなら。じゃ、いい点数をあげるよ。A だって？うわ、ありがとう、君最高だ。あ、いや、勉強に戻ろう。そうね、その通り。仕事の時間だ。あっちもユニコーンケースだ。どっちがいいかしらね。僕だろ、いろいろパレットだってあるぞ。どうだ、羨ましいか。こっちだってカラフルよ。いつでもメイク直しができる。ウルヴァリンみたいなクレヨンもある。それが何か。新品の口紅だから。なんだ、シャーペン2本。それで勝ったと思わないで。あと筆もたくさん。ふん、じゃあこれはどう。そうよ、メイクブラシがこんだけ。くそ、それならそっちの勝ちだ。待てよ、まだ終わらないぞ。考えが浮かんだ。まずはフェルトを1枚、そこに定規とチョークで点線を引いていく。それを2列にしたらもう2列、その点線通りに切り込んだら鉛筆とブラシの出番。これを穴に通すんだ。それをぐるぐる巻きにする。よし、巻き切った。ここにノリ、ループ付きのリボンをそこに貼ったら完成。完璧だ。じゃあこれ見たらどうかな。何よそれ、なんで。一体何をしてるの。まあ張り合ってるの。じゃあ勝者を発表。こっち。やったぞ、夢にまで見た勝利。そんなのあり。よし、スマホを持った。と待てよ、うわ、あそこで没収してる。出さないと入れてもらえないのか。そしたら隠せばいい。ポケットにそこら中に。よし、オッケー、隠し持ったぞ。そうだ、怪しまれないように一つは渡そう。はい先生、スマホです、どうぞ。ふう、入れた、怪しまれなかったぞ。それじゃ皆さん、今日はテスト、時間までやりなさい。よし、スマホを取り出すぞ。って充電忘れてた。帽子のやつは充電あるかな。あ、うん、何の音。気のせいかしらね。
ふう、危なかった。よし、こっそりスマホを拾って、うわー、落として画面割れてる。よし、別のスマホ、フードのやつ。やった、これでテストも余裕だ。何か怪しい？あれはスマホをこそこそ隠してるわね。懲らしめてやりましょう。あれ、電気が消えた。あ、ねえ、画面が光ってるよ。マジか、そんな、しまった。はい、スマホ持ってるわね。賢いと思った？さて、これでもう全部ね。こんなに隠し持ってたなんて。ああ、どうすればいいんだ。って、あれ、何してるんだ。なんでそこにスマホが。うわー、いいな、君やるじゃないか。え、これ、簡単、テープを使うの。テープか、天才だ。あー、テスト終わった。抜き足、差し足。ふう、後ろに人はいない。あー、エヴァって可愛くて優しい。これは隠して、勇気を出すぞ。プレゼントのマフィン、気に入ってくれるかな。うわ、エヴァが来た。すぐそこに。すぐに逃げろ。影に隠れるんだ。よし、ロッカーのそば。スマホを見てる。で、うわうわ、なんで、ジェイクだ。やあ、エヴァ、これを君に。私に？とっても美味しそう。このイチゴのもらうわ。美味しい。一つ食べる？くそ、なんでだ、先を越された。よし、今度こそ。このチューリップならどうだ。ねえ、エヴァ。え、何？何か私に用？うー、いや、その、なんでもないんだ。じゃあいいけど。このバラ、いい匂い。あ、エヴァがノート持ってない。チャンスだ。はい、どうぞ、使って。僕のにしなよ。紫好きでしょ。もう、またジェイクに取られる。ほら、3冊とも使っていいよ。あれ、そのノート楽しいのついてる。ああ、なんでだ。スパンコールとビーズをいろんな色で用意。チップスの缶から蓋を取って、端の全部に糊をつける。それをノートの表紙に押さえて、これでよし、楽しいキラキラノートの出来上がり。これ手作りなの？それからチューリップも君に。このハートをチョークで塗る。ああ、お腹空いた。ピザにしよう。ピザ大好き。あ、ピザシャツに落として、汚れちゃった。一体なんで泣いているんだい。シャツにこぼした、お気に入り。なんてことだ。よしよし、落ち着いて。何かできるはずだ。何か。お、チョークだ。これは使えるぞ。シミのついたシャツにはチョーク。ピザソースの上を白いチョークでこする。よし、全体にチョークがついた。これを洗濯機に入れる。ほら、どうだ、シャツが真っ白だぞ。ほら、着なさい。やった、ありがとう、パパ。と、待った待った、食べる前にだ。ほら、これなら落としても汚れない。おいしい。たまにはパパも役に立つだろう。全然計算合わない。ああすればいいかな。いや、それもダメだ。今日は最悪だよ。落ち着いて、もう一度計算。いや、ダメ、もう無理。私、頭悪すぎる。おいおい、紙の無駄遣い。彼はなんでこれが解けるの？手伝ってもらおうかな。俺が？なんだよ、頭悪すぎ。いや、ないわ。意地悪されるに決まってる。なんか暑くなってきたし。暑くない？うん、どうかした？いや、なんでも。もうテスト終わりかけ。もういい、手伝ってもらおう。
手伝い？もちろんだともさ。ほら、やり方教えるよ。1の位を四角で囲んで掛け算する。10の位でも同じように。そしたら10の位同士を足して、それを真ん中に。これで答えが出た。ほらね。ありがとう。あなた頭も性格もいいのね。これでテストが解ける。やった、小論文大得意なんだよね。自分の意見を書くのが好きなんだ。うわー、めっちゃ早く書いてる。変なの？論の展開ってやつが大事なんだ。あ、ヤスリがうまくいかない。こっちなら、いや、大きな緑のやつが。そうだ、この点も指摘しないとな。よし、それじゃ最強の結論を書いてやる。って、あれ、芯が書けない。うわうわ、これじゃ論文が完成しない。ねえ、鉛筆借りられないかな。これしか持ってない。いや、それでもいい。貸して。うまくいったぞ。鉛筆が削れてく。これで芯がまた書けるようになった。ねえ、私のも代わりに書いてくれない？いいよ、助けてくれたから。よし、スマホいじろっと。ほら、こっちおいで。よし、始める準備はいい？歯磨きを炭酸にぶちゅうよ。何が起こるかしら。うわ、信じらんない。角度が大事ね。待った、何これ、なんでネイルが割れてんの。こりゃひどい。うへえ。よし、落ち着け。私、こんな時のために爪やすり。あれ、なんだろう。規則です。化粧道具は禁止です。うわー、あんな怒られ方無理。今は我慢しよう。いや、そうだ、いいこと思いついた。ね、絶対うまくいく。爪やすりの上に定規を置いて、やすりにセンチの目盛りを書いて、最後までずっとね。よし、書けた。あとは数字じゃないと定規に見えないもんね。丁寧に書かないと。やった、うまくいったわ。これで爪のお手入れ。しかもこれ定規になるのよ。爪も宿題もきれいさっぱり。うん、プリントがごちゃ混ぜ、困ったな。うわー、いったい、いったたたたた、もっとぐちゃぐちゃだ。もう怒った、なんとかしてやるわ。来なさい、ホッチキス。あれ、なんで針がないの。じゃあダメじゃん。待って、そうだわ、いいこと考えた。全部のプリントを整頓して、カッターナイフを使うの。ここ2箇所に切り込みを入れて、切り込みから折り曲げて角を差し込む。ほら、ホッチキスなしで止められたわ。ほら、これで全部の整理整頓が完了。もう外れないしね。じゃ、授業行こうと。この授業最悪、超退屈。早く帰りたい。それじゃあ、この問題わかる人。私、私、私、私。いいな、当たるなんて。頑張って。いや、これ暗算でできないんだけど。ね、ちょっと助けてよ。はあ、しょうがない。狙いを定めて投げないとね。筆入れ、筆入れに投げて。あら、何かしら。一体誰の仕業なの。まあ、拾わないと。よし、ヒット、今行くわよ。よし、入れ替われ。先生まだ拾ってる。よし、
見た目を変えないとね。あと髪飾りも、これでよし。あとは態度をでかくして、ふう、最後の一本、ほらさっさと解きなさい。はーい、わかりました。10の位が2なので、横の線を2本、1の位は1だから1本、次は縦に3本の線、それから1の位が2だから2本の線、最後は曲線を描くの。こうしたら次は点、交差してる場所の点の数を数えるよ。ここは6つ、真ん中は7つ、最後は2つ、あとはそれを並べるだけ。答えは672。できた。簡単でしょ。どれどれ、あなたこれ解いたの？素晴らしい、ブラボー。それじゃあこの式は競争で解いてもらうわ。勝つのは私よ。どうかな。3、5。なーに、ガリガリ解いちゃって。あれ、競争は？まあいいや、それなら勝つのは私。この子爪のお手入れしてる。バッカじゃないの？そろそろ真面目に。コーヒー？どっから持ってきたんだ？しかもチョコレート。お昼はさっき食べたけど。ま、私はこのままサラサラっと。できました。は？なんで？どういうこと？まだ式解けてないのに。努力が勝つとは限らない。賢くないと。最初の数を上に書いて、次の数を縦に書く。3×7 は21。それを三角の中に書き入れる。お次は 7×1。 これは簡単、7。これを真ん中に。最後は 4×7。 28が答えだから最後の箱に。最初の桁は2。次は三角を足す。答えは1。お次の箱、7足す2は9。ここに書いて最後は8。答えは2198。楽勝。このマーカー使おうっと。よーし、字を書くわよ。あー、ケビンの髪型かっこいい。てか彼イケてるよね。かわいいし毎日見てられる。わあ、妄想してた。やっぱケビンの名前とハートめっちゃ書いてた。まあでも消せばいいか。落ちないんだけど、消えないんだけど。使うマーカー間違えた。あ、水があれば。水を口に含んでいくぞ。これでゴシゴシやってやる。消えろ消えろ消えろ。ダメだ、うまくいかない。どうすればいいの？みんなに見られたら生きていけない。あら、何かしら。落ちないんです。大丈夫よ、この時のためのライフハック。使うのはホワイトボード用マーカー。油性マーカーの上から塗りつぶして、全部の線をしっかりとね。さあ見てるかしら。そしたら消すわよ。ほら、一緒に落ちる。磨く必要もないわ。ほら、もうケビンって書いてないでしょ。うわー、よかった。あ、どうしよう、ケビンが来たわ。
うー、危なかった。大丈夫、お口チャックしてるわ。鉛筆はしっかり尖らせないとね。やば、くしゃみの予感。ねえ、あのさ、アクション。あ、ごめん、ほんとごめん。削りかす多すぎない？うん、悪いことしたな。そうだ、これうまくいくかも。そうね、これが失敗を防ぐ解決策よ。よーし、ティックタックの容器よし。中身を取り出してキャップも取って、ここに鉛筆削りがぴったりはまる。そのキャップを戻したら削りカスが散らばらない。今質問しても安全？大丈夫、解決策見つけたから。ほら、わあ、めっちゃ賢い。隠れなきゃ。あ、そうだ、ウェンディ戻ってきなさい。高速違反です、お菓子は禁止。うん、絶対ここにいるはず。私から逃げられると思ってるの？違うみたい、逃がさないわ。いなくなった、私ってばさすが。うん、なるほど、興味深い。賢いな、それにかっこいい。ねえ、これあげる、後で電話して。はあ、何これ、本気で？いらねえ。嘘、何、どうかしたの？メイクが可愛いからって調子に乗りすぎ。ずるい、メイク禁止のはずなのに。必要なものはこれだけかしら。今日は忙しい。ああ、気をつけて、前を見なさい。何をするの？ごめんなさい、わざとじゃないの。まったく、最近の子供は。うん、これは私のじゃないけど、もらっておこ。レモネードもキャンディーも売ってるよ。ハロー、何がいい？キャンディーお願い。あ、いいよ、お金ある？そうだった、もちろん。待って、お金落としちゃったかも。はぁ、本当に最悪。お金がないんだったら買えないよ。じゃね。なんでいつもこんなことに？ちょっと落ち着こう。何してんの？後で片付けしてよ。汚くしたらママに怒られちゃう。待って、いいこと考えた。うん、うまくいくかも。これ貸してもらおう。足跡の型を切り抜くの、いろんな形でね。全部積み重ねたら固定する。グルーガンを使ってね。1個目の層につけて完全に覆うよ。乾いたら層の横に切り込みを入れて、その中に箱を入れるよ。お金を隠すのにぴったりでしょ。これでなくさない。戻ってきたか、今度こそお金ある？もちろん持ってきた。ここ。そうそう、そう来なくっちゃ。はい、キャンディ。豪速は大事、自制心も大事、特にミンディ。こんにちは。近づかないで、不安でしょうがない。渡したいものがあるの、ちゃんと謝りたくて。甘いお菓子好き？はい。お、本当？私に？悪い子ではないのね。後で遊びに行かない？ああ、やっほー、戻ったよ。あら、ミンディ、その靴カラフルでいいね。確かにいいかも。ただの靴じゃないのよ、見てて。必要なものが入ってるの、リップグロスとかね。いつでも使えて便利、お気に入りなんだ。ミンディ、いいじゃん。あら、ありがとう。本気だよ。あとで時間ある？映画でも見に行かない？もちろん、電話番号は持ってるよね。わお、この授業面白い。わかりましたか？意外と簡単ですからね。うんうん。あ、
ウェンディだ。ガリ弁出た。席が隣なんて信じらんない。14ページを開いて。この授業大嫌い。うん、お菓子でも食べよう。チョコレート大好き。絶対に美味しい。何してんの？飲食禁止じゃなかった？お腹空いたから。うん、美味しい。嘘、信じらんない。どうしたの？彼女チョコレートを。え？でもどういうこと？先生見張った方がいいよ。ウェンディ、冗談はやめて。変なの、気のせいかな。今がチャンス。取っておいたポテチ。もうこの子本気？でも美味しそう。最高だな。クレイジーすぎる。先生見て。今度は何？だって彼女。どういうこと？意味わかんない。ウェンディ、これ以上授業の邪魔しないで。ほんと。続けて。私はサンドを作る。今なんて。何が、どうなっているの？まあいいや。ミンディができるなら私もおやつ食べよう。キャンディー持ってきたの。よし。コーラ、何してるの？食べ物禁止。一つでもダメ？ミンディは。まったく、もう真面目に授業を受けなさい。こんなのずるい。一体どうやってんの？集中できない。もういいもん。うっそー。スムージーだよ。本気で言ってんの？本当にずるい。深呼吸しよう。絶対に許せない。待ってよ。はあ、すっきりした。次は授業終わった。荷物まとめよ。もう行かなきゃ。お昼ご飯なんだろう。お腹空いたな。いたいた、ショータイム。これ美味しそう。させない。一体どういうこと？バレないなんてありえない。食べ物たくさんあったのに。ストップ。予想外の反応ね。何？どうしたの？なんでジロジロ見るの？これあげる。メガネもつけてみて。何が起こってんの？オッケー。お菓子返して。これこれ。動かないで。よし、一緒に来て。座るよ。本当に大丈夫？任せて。ニキビみたいだけど、実は食べられるの。食べるの待ちきれない。やっぱり美味しい。気に入ったみたいでよかったね。隣同士も悪くないでしょ。あ、先生、授業始めるよ。ミンディ、ありがとう。今日はウェンディの誕生日。あ、来た来た。やっほ。その帽子何？お誕生日おめでとう。これは。ああ、授業行かなきゃ。昨日の映画見た？待って。お化け屋敷とかなんでそんな場所に行くんだろう。こっそりカバンに入れちゃおう。すごく怖くて悪夢まで見ちゃった。二人とも座って。今日は忙しいわよ。よし、やるよ。ウェンディ、どうしたの？カバン開けてみて。え、カバン？そう、早く。中に何か入ってるから。わかった。私がやる。ちょうだい。カバンの中見てみて。わあ、これってプレゼント？すごく嬉しい。ありがとう。好きなお菓子でしょ？それはクッキー？教室の中で食べちゃダメでしょ？渡しなさい。プレゼントなのに。取らないで。こんなの最悪。落ち着いて。大丈夫だから。美味しい。後でもう一つ買おう。目の前で食べるなんて、私にできることないかな。自分用のクッキーはあるけど。何してんの？静かに見てて。何か使えるもの。
そうだ、ヘアゴム。え、どういうこと？クッキーをスカートの下に入れて、上から輪ゴムで留めるの。固定された。上の方まで同じ、たくさん作ってね。おしゃれだと思わない？よし、できた。どう思う？わあ、すごい。これなら先生にバレない。静かに。おやつの時間。ヘアゴムを外してクッキーを食べよう。お、何の音？全く目が離せない。大成功。はい、これあげる。ありがとう。お腹すいた。どうしようかな。あ、メントス？幻覚が見えちゃったみたい。あれってもしかしてポテトフライ？ただのペン立てか。フライドチキン！どうなってるの？なんで食べ物ばかり？ああ、巨大なクッキー、信じられない。いただきます。何してるの？噛まないでよ。あ、ごめん。わーい、お昼ご飯美味しそう。はい、どうぞ。え、ランチこれだけ？そう、ほら早く行って。すみません、ランチお願いします。列があるの気づいてないの？ま、どうでもいいけど。やっと私の番、お願いします。失礼、お昼ご飯の時間。早く、急いでるんだ。え、なんでみんな割り込むの？もう、今度こそ、ねえ、ちょうだい。これもらうね、ありがとう。このサンドも。誰？ここで働いていないよね。ああ、なくなっちゃった。もう信じられない。これもらう。お腹すいたな。今がチャンス。学校で一番の人気者。食べ物をあげれば僕たちも人気者になれるかも。ねえ、このチョコレート食べない？チョコ？飽きたわ。健康的なものは？ジュースとリンゴ。果物好きじゃないの。ハンバーガーとフライドポテトとファンタは？はあ？太っちゃうじゃん。よし、最後は私、クッキーとミルク頼んだよ。お願い、もらって。クッキーね、いただくわ。うっそ、クッキーとミルク？ありがとう、美味しかった。やった、褒められた。はあ、美味しかった。私を選ぶなんて、さすが自分。今日はいい日になりそう。このクッキー大事にとっておこう。本当に嬉しい。ああ、いい味。やった、お昼ご飯。お弁当持ってきたの。ずっと楽しみにしてたんだ。わ、マヨネーズがついちゃった。手汚しちゃった？ナプキンあげる。ありがとう。これで綺麗になった。いただきます。ハンバーガータイム。わお、すごい一口。もっとナプキンあげるよ。ありがとう。このトマト食べちゃおう。うわ、なんか汚いわね。ナプキンじゃ足りなくない？私には関係ないけど。
ほら、おいしい。うわ、こぼしちゃった。ナプキン持ってもらえる？勝手に取るね。お、残り1枚。そうだ、いいこと考えた。何？どうするの？これで汚れないでしょ。何か足りないと思ったらケチャップ。嘘でしょ、もう入ってるじゃん。ああ、何やってるの。酔っちゃった。持ち方間違ってる。でもゴーグルつけててよかった。変わってるわね。おいしいから詰めてよし。ああ、この列長すぎ。あ、呼ばれた、やった。すみません、通して。嘘でしょ、割り込むなんて信じられない。久しぶり、元気にしてた。ああ、みんなイライラしてる。これがメニュー。何食べる？特別メニュー。なんで？みんなごめんね、休憩中。は？私たちはどうなるの？ありがとう、美味しそう。何あれ？ごめんね、お先に。信じられない、ずるすぎる。やった、お昼ご飯の時間。野菜と、これと、これ。わあ、その容器とフォークかわいい。でしょ、サラダが大好物なんだ。うん、重さを測った方がいいかな。計画通りに食べないとね。この人参は早く測定して。よし、 OK。 うーん、おいしい。歯ごたえがあって甘い。でも小さくない？嘘、お腹周りが太くなった。え、何してるの？ランジ。カロリーを燃やさなきゃ。それはさすがにやりすぎじゃない？それどこから持ってきたの？もちろん家から。うわ、動いた動いた。水分補給しなきゃ。この水おいしい。私も食べよう。うそ、その食べ物何？何から食べようかな。フライドチキン、バーガー、コーラ。チキンから。待って、何してるの？不健康なものばかり、全部捨てないと。でも、じゃあ何食べればいいの？人参あげる。体にいいよ。ほら、私も一緒に食べるから。フライドチキンが良かった。美味しくない？人参大好き、もっと食べるね。お、残り一つね。もしかして全部食べたの？うわ、人参になっちゃった。食べ過ぎたみたい。おっと、蓋が全然開かない。回せば開くはずなのに。全然ダメ。ママ助けて。何、どうしたの？ママに任せて。はい、どうぞ。どうやって開けたの？もう開いてよ。なんでこんなに硬いの？貸してみ、開けてあげる。見てて。
まぶたで焼けちゃった。え、どうやったの？本をロッカーにしまって。え、またなんでいつも開けられないの？喉乾いたのに。やってあげる。はい、ありがとう。いつも助けられてるな。あの子、ペットボトルが開けられないみたい。え、私、え、無理無理、近づけないで、お願い。退屈すぎる。何言ってんのよレオ。そんな鉛筆が。うわ、腹立たしい。ん、何してんの？これ使えそう。まず容器から蓋を外さなきゃね。これで鉛筆削りをくっつけられるでしょ。容器を元に戻すよ。次はグルーガンね。箱の側面に接着剤を塗る。それにアイスの棒をつける。接着剤が固まるのを待つよ。今度はクラフトフォームを半円にカットする。箱の底に接着剤を足したらフォームをくっつけるよ。こんな感じで色付き画用紙で容器を包んだら、上にフォームをつけよう。包んでいくよ。次に小さな飾りをつける。キュートでスマイリーな顔を作ろう。スプリンクルも忘れずに。アイスの出来上がり。可愛いだけじゃないよ、鉛筆を削るのに使えるんだ。可愛くて実用的。削りカスは全部容器の中に収まるよ。うん、調子に乗りすぎたかもしれない。優しく優しく。私の恐怖心伝わっちゃうかな。さあ、マジか、イライラするな。そうなると思ったよ。可愛いの作ったからいいの。テストの時間だ。おしゃべりは禁止だぞ。見てるからな。いい予感がする。僕もだよ。本当に？あなたが？どうかしらね。私はいい成績取っちゃうんだから。そうか、こっちだって負けない。もちろんカンニング。ちょっと、あっち行け。ったく、真面目だな。はい、静かに。時間ないんだけど。準備はできてるから、いいもんね。カンニングでは成績5だぜ。え？何？先生、レオが。何をしてるんだ、レオ。バードウォッチングとか。やめなさい。いや、優等生ですから。まったく、何言ってんだか。アイスミッケ。じゃあ、ジュリー。今度は何？交換しない。いやよ。いけると思ったんだけど、諦めないぞ。美味しそうだよ。弱点をついてくるな。いいよ、いただきます。ちょうだい。はい、ジョンにあげる。交換してよかった。全部味わっちゃうもんね。待てよ、この棒が使えるかも。一本じゃ足りないけど、ペンも使うよ。棒に色をつけたら、ひとまず横に置いておこう。次は画用紙を使うよ。その上に2つの図形を描いたら、きれいに切り取るよ。その横にアイスの棒を1本置いて、定規を並べたら、アイスの棒に線を引く。定規をコピーしていくよ。ついでに可愛い顔も描いちゃおう。これでよしと、可愛くできた。しかも簡単に作れたし、どう思う？集中してるの。なんだよ、おい。おっと、失礼しました。騙したの？アイスの棒も取られたし。テスト終わらせた方がいいね。おお、いいの持ってんじゃん。触んないでよ、レオ。ごめん。ああ、いい昼寝だった。それでは馬を描きましょう。上手に仕上げてくださいね。あなた自身のバージョンを作ってほしい。わかりました。ペンを使おうかな。どれにしようかな。よし。うわ、どうしようかな。あれ良さそう。使いたいな。待って。え、何のことかな。私のペンはどこに行ったの。ここにあったのに。ペン泥棒。ペン返してよ。何？聞こえない。声小さいよ。ちょっと待って。綿棒でいいこと思いついたわ。仕事に取り掛かる時間だ。ハサミが必要だね。綿棒の上部をカットする。ティッシュを同じ長さにするね。これを綿棒に巻きつける。しっかり締めておくよ。テープで固定したら、
これで OK だね。まだやることがあるからね。次は青い画用紙で包むよ。もう一本テープが必要。綿棒を一周するよ。完璧、出来上がり。もっと綿棒を使って同じことをするよ。いろんな色の紙を使ってね。次に綿棒を絵の具に浸す。画用紙と絵の具は同じ色にね。コットンに染み込ませるよ。自作のペンの出来上がり。見たか、レオめ。うん、まずは青ペンから。お、鉛筆あるの忘れてた。わお、我ながら最高だ。僕は天性のアーティストなんだな。幸運を祈ってね。まずは円を2つ描くよ。じゃあ色を変えよう。次は色を塗るよ。時間がないぞ、あと5分だ。急がなきゃ、仕上げるぞ。はい。さあ行くぞ、プレッシャーに弱いんだ。時間だ、完成品を見せてください。どうぞ、気に入ってもらえると嬉しいです。いいじゃないか。出だしは良かったんですけど、大丈夫ですよね。おお、なんという作品だ。まあ努力は認めます。うわー、すごい、さすがだね。数学の授業楽しみだ。大好きな教科なんだ。はい、皆さん注意して、答えられますか？難しいですよ。はい。鉛筆はどこ？この辺にあると思ったんだけど、バッグの中かもしれない。見てみるよ。いや、ないな。待って、あった。なんでこんなとこに。逃げ切れると思ったか？惜しかったな。よし、こうしよう。わかった、簡単すぎ。ちょっと待ってくれ、違うぞ、変えないと。うわ、消しゴムないし。ぎゃ、大変だ。消しゴムどこだ？バッグの中だ。ボクシンググローブ。集中しろ、レオ。お願い、消しゴム。いや、何もない。どうすればいいんだ？ちょっと大げさじゃない？ちょっと待って、マッチの箱を見て。うん、どうだろう、これなら使えそうな気がする。ねえレオ、消しゴムいる？私が力になれると思う。まずマッチを空にする。あっという間だった。これで箱を閉められる。もっと箱を用意してね。最後に画用紙を貼り付けるよ。次は糊を使うよ。縁に糊を塗っていくの。そして箱をくっつける。糊が固まるのを待つよ。それからさらに糊を塗る。さらに2つの箱を上に置く。正確に並べてね。それを繰り返すよ。さらに糊と箱を増やす。こんな感じで、これで上部に糊を塗ることができる。サイドにも少し。箱に画用紙を巻くよ。折り目はつけたくないから。次は画用紙に小さなビーズをつける。ピンセットがあれば簡単だよ。糊で固定しているんだ。これで最後。これでいいよね。レオに見せるのが待ちきれないよ。どう思う？これ何？お見せしましょう。それぞれの箱が引き出しになってる。おお、賢い。すべての文房具を収納できる。最高だよ。ありがとう、ジュリー。俺にぴったりだな。うわ、鉛筆が。今日っていう日は。大丈夫だよ、レオ。引き出しの中を見て。本当に？ワクワクする。おお、鉛筆削り？君のおかげで助かったよ、ジュリー。本当に優しいんだから、これは戻しておこう。いつ必要になるかわからない。気に入ってくれて嬉しいわ。次の問題はこれです。難しくないですよね。え、マジ？本気で言ってる？とりあえずやってみる。今夜はうちでパーティーよ。楽しいよ。あれ？だったの？どいてよ。私のこと見えなかったのね。メガネはどこ？誰か助けて。あれ、何の光？これあなたの？待って、早く取ってくれる？うわ、あー、来たな。消毒しなきゃ。これでよし。あら、みんな、エリン、写真撮ろう。笑って。みんな、最高よ。え、何？ヘリコプター？誰なの？
送ってくれてありがとう。おかげで目立てたわ。お金持ちも楽じゃないわ。この授業超退屈。ちょっと聞いてるの？数学のテストよ。私お金以外は数えないのよ。だからどうでもいいよ。いい点取りたいな。寝ないで勉強したし。静かにテストを配るわよ。やるぞ。他の人にやらせるわ。やった、楽しい。ああ綺麗、満点だわ。ありがとう、新車ありがとうございます。もう行くわね。難しかったけどできた。できた。お金を払ってよかったわ。ねえあなた、先生できたよ。ありがとう。時間の無駄だわ。点数つけ終わったわ。頑張ったわね、SC。A プラス。やったー。 C？ なんで？どうなってるのよ。え、なんで出る？あ、ムカつく。もしもしパパ、新しいガリベを雇って。これロッカーに入れよう。早く鍵をつけなきゃね。秘密の部屋？そんなのあったんだ。せっかくだから見てみよう。わあ、広いのね。座り心地よさそう。やっと読書と勉強ができる場所ができたわ。へえ、知らなかった。もっとここに来なきゃ。うわあ、いやエリー、無視かよ。ジャスティンじゃないんだから。全然わからない。自分にご褒美をあげなきゃ。私専用のいい場所があるのよ。ゴールドカードがないと入れないの。そうそう。ああ、ここ大好き。楽しみましょう。これ面白そう。わあ、本物みたい。ああ、疲れたわ。最新のセキュリティ対策よ。念には念をね。あ、やっと来たんですね。どうぞ。使用人に話しかけられるのって嫌い。自分にご褒美あげたいの。でしたらパックしますね。最高級品なんですよ。金でできてるんです。1億円かけたみたいなお肌になりますよ。それにお値段もちょうど1億円なんです。はい、この仕事大好き。もう行って。はあ、気持ちいい。何を食べよう。メニューが多すぎるわ。でもパパ、ユニコーンがいいのね。はい、すぐに、すぐにね。どうぞお召し上がりください。うわ、なんで隣にこの子が。うわ、ありえない。ウェイトレス、ありがとう。貧相なメニューね。ああ、これがいいわ。お待たせいたしました。私の好みは高級なのよ。おいしい。あなたには向かないけど。はあ、ちょっとあなた、お金です。おいしい。え、信じられない。あら、くんちゃんおいしい。二人ともバカみたい。お腹が空いたわ。何か食べなきゃ。でも何よ。選択肢はあんまりないな。そうだ、似合うでしょ。狩りを始めるわよ。ジューシーで美味しそう。ファストフードね。これは簡単。
ごちそうだわ。あー雲って大好き。あーこの二人のこと忘れてたわ。新しいバイトを探さなきゃ。何今の。あーよく寝た。準備しなきゃ。水が出ない。顔が洗えないじゃないの。でも最悪歯は磨けるよね。歯ブラシがなくてもミントのいい香り。まこれでいっか。何着よう。かわいい。まあしょうがないよね。そのヨットじゃ小さすぎるわ。起きてください。うん、クリエイティブにやらなきゃいけないわね。私って上手ね。起きてください、ね、そうだこれなら起きるはずよ。金なんていい夢なの。いつもながらうまいもんね。ありがとうございます。じゃあね。もう朝。メイクのスマホはどうか。もしもし、来て。お呼びですか。綺麗になりたいの、メイクして。安くないですよ、払えます。いいわ。はい、冗談でしょ。自分でやらなきゃいけないの。ああ、退屈。さあ、始めようか。興味のあるふりして。最初の卒業生はシェリル。はぁ、ファンのみんな。お父さんがプールを寄贈してくれたから卒業できるんですよ。おめでとう。触らないでよ。もういい、帰るわ。シェリルでした。次はエリー。フォトグラファーに綺麗に撮らせてよね。卒業証書です。やったわよ。そうですね。自撮りタイム。あらかわいい。さあもうステージから降りて。最後はエッシー。嬉しいです。エッシー。はい、少々。それだけ。泣かないつもりだったのに。おいで。しっかりするんだケビン。これを授与します。助成金。うぅー、やったわエッシー。人生最高の日よ。掃除もノリノリ。英語で4文字の色？わかった。はあ？お昼ご飯の時間だ。生徒が一気に出てきた。しかも全力で走ってくる。わあ、ちょっと待って。どんな生徒もお昼ご飯が待ちきれないはず。準備できてる？多分。怖い。やっぱり。安心して、たくさん用意してるから。でしょ、お腹すいた。果物食べたことないの？これ美味しい。ふさふさしてるけど、皮には栄養がたっぷり。最高。何？なんでもない。シリアル食べようっと。
コーラとの相性が抜群なの。シュワシュワ。何してるの？完成！いただきます。最初の一口。何？変なの。いろんな人がいるんだね。このポテトフライおいしくない？見て、ジェイクよ。かっこいい。今日のヘアスタイル素敵。やあ、元気かい？よう、ナオミ。ハロー。ねえ、昨日の映画見た？私たち、お似合いね。お菓子あげるよ。ほら。ジェイク、愛してる。夢見る乙女って感じ。って、何してるの？こんなの見てられない。やめて、キスしないで。やだ、やっちゃうの？どうかした？ポテトフライが。で、なんだっけ？私が邪魔者なんて、悲しい。フライドチキン、おいしい。やっほー。今ダイエット中なの。だから昼食はレタス。そのフライドチキン、おいしそう。ポテトフライも？味気ない。私も食べたいな。よだれが出てきた。あ、食べる？大丈夫、頑張らないと。あ、了解。ダイエットしてなくてよかった。あ、つらい。見ながら食べたらレタスもチキンの味がするかな。はあ、あと少し。よだれが止まらない。ナオミ大丈夫？食欲なくなってきた。それは入っちゃう。もう無理。あ、気づいていないみたい。なんか増えた？みんな聞いてる？って何食べてるの？信じられない。この中に入れて。はい。まだあるでしょ？ああ、これで全部。満足した？はい、あなたも。これは罰。続けるわよ。ああ、ほんと最悪。授業受けてもいいですか？欠席よりマシ。ねえ、お腹すいた？うっそ、お菓子がいっぱい。ちょうだい、お願い。ありがとう。それは何？もしかしてお菓子？何してるの？またお菓子売ってるの？やっぱり。校長室に行きなさい。その前に全部出して。はあ、しょうがないな。ああ、そんなに？私も欲しくなってきた。先生いくら持ってるの？待って、全部あげる。ラッキー。ありがとう。袋持ってくるべきだった。必要な時は呼んでください。
ナオミお菓子屋さん。はい、もう行った。このシーン大好き。何が起きたの？思いっきり飛び出ちゃった。顔が。あ、ごめん。これいる？食べられるよ。ねえねえ、さっきね、ケビンに話しかけられて、ついにデートに。わあ、ごめん。濡れちゃった。うん、ちょっとね。ティッシュ使う？タオルの方が欲しい。待ってました、ハンバーガーいただきます。わあ、ハンバーガーが爆発した。なんでいつもこうなの？誰もいない。幸せの瞬間。遅れてごめん。大丈夫？はあ。え、そうだ、ダメ、絶対にダメ。私が開けてあげる。うん、はい、今回は大丈夫だった。今のところはね。赤点とか最悪、絶対ママに見せられない。あ、そうだ、ヘアアイロンを使おう。ほら消えた、魔法みたいでしょ。あ、ママが来た、早くしなきゃ。 A プラスに変更。何してるの、ジーナ。ママ、テスト帰ってきたよ。待って、それ見せて。やばいかも。頑張ったわね。間違いなく私の遺伝ね。そうみたい、ずる賢さはパパからね。到着、遅れなくてよかった。ん？そう。ノートどこだろう。違う場所に座りたい。あ、あった。それ何？うわ、鉛筆が滑った。最悪、消しゴムが使えない。ヤッホ、元気？消しゴムない？あるよ、待って、この中に入ってるはず。どこだろう。ゴミだらけじゃん、すでに後悔。待って、絶対にあるから。ごめん、見つからないや。わかった。ん？それは何？何の話？あ、ここにあった。ありがとう、変な子。カバンの中綺麗にしなきゃ。待って、もう耐えられない。私が助けてあげる、いいものがあるの。この厚紙を3等分にしたら、片方を内側に折るの。端っこに糊をつけて、反対側も折る。くっつけてね。上にも糊をつけて、半分にしたら封筒みたいになるよ。ここに置いて、いろんな色でたくさん作ってね。虹みたい。フォームで囲んだら、ベルクロを加えて、別のフォームでユニコーンの顔を作るな。お財布みたい。かわいいでしょ？はい、これあげる。わお、手作り？すごいね、かわいい。たくさん収納できる、早く使ってみたい。私にぴったり、完璧ね。これで全部かな。うん、お腹すいた、おやつ欲しい。カバンの中に何か入ってるかな。ないみたい。大丈夫、私に任せて。お礼にあげる。え、どこから出てきたの？でもこのお菓子好きなの。ありがとう。出てこない。ダメダメダメ、近づかないで。走っても逃げられないわよ。話し合わない？成績を見せなさい。諦めが悪いんだから。ねえジナ、何するの？
どうしよう。ごめん、間違えちゃった。手伝ってあげる。あれ、キャップが見つからない。待って、いいこと考えた。いけるかも。人形の頭を使うの。体から外して糊のボトルにつける。ひねって固定するよ。いい感じ。成績ちょうだい。早くしなきゃ。わお、ボトルを潰すと糊が出てくるはず。あ、鼻水みたい。気持ち悪いけど面白い。完璧じゃない。テストに貼れば絶対にバレない。今度は私。先生の見張りよろしくね。わお、最高。ウェンディナイス。 A プラスに変えちゃえ。あ、来た。ここにいた。テストの結果出たでしょ。髪見せて。はい。普通の顔。あら、驚いたわ。ジナ頑張ったわね。ウェンディは成績ね。じゃじゃーん。A プラス。二人とも赤点かと思ってたわ。頑張ったわね。待って、これは何。まったく最近の子は。返して。落ち着いて。取引を成立させないと。おー、パパが迎えに来たぞ。かわいいな。どうも。うわ、貧乏そうな赤ちゃん。あー、ママよ、元気だった。ほら、泣かないで。ママはここにいるわよ。家に帰ろう。お金持ちの赤ちゃんと貧乏な赤ちゃんが成長したらどうなる。あと数年待ってみよう。ほら、これでよし。どうなってると思う。二人の学校生活を見てみよう。うん、かなりいい学校みたいだね。楽しそう。おっと、部屋番号がなんだか怪しい。先に入って。この部屋みたいだね。うわ、汚い。めちゃくちゃじゃない。なんなのこれ。破壊した方がマシよ。うん、ダメ。この部屋に住むのは絶対無理。ママじゃん。こんな部屋でも平気なの。やっぱり貧乏だから。よし、ほうきで部屋を掃除してみよう。クモの巣なんてすぐにきれいになるよ。それにゴミで散らかってるだけだから片付けも簡単。あ、新聞紙も剥がさないとね。だんだんきれいになってきた。ゴミ箱行き。このロープなんだろう。よし、ベッドを準備しよう。あー、これでよく眠れそう。お、まだスペースがあるけど入る。いや、いい。自分で掃除するわけないし。もしもし、すぐに来てくれない。どうも、掃除係です。ああ、え、何かすごくリアムに似てない。ふん。いいわ、じゃあここを片付けてくれない。はい、わかりました。うわ、全然タイプじゃないんだけど。まあ、働いてて。ちゃんとゴミを拾わなきゃな。うわー、すみません、片付け終わりましたけど。あ、お金。なんでお金なんて欲しがるのかしら。はい、お掃除だよ。うん、もっと欲しいの。しょうがないわね。はい、これでいいでしょ。もう行って。もう一回電話しなきゃ。うん、じゃあそこに置いて。よし、予想通り。あ、もう行ってって。お、終わったんだ。綺麗になってるね。この髪の色いいかも。形はどうしますか。もういい、今日のペディキュア終わりにして。Okay. よし、じゃあ始めてみよう。いやー、こんな死に方。これで人生終わるなんて。あー、足の小指が。死んじゃうわ、これじゃもうダメ。なんでこんなことに。先生、痛くてしょうがないんです。足の小指をぶつけたの。どうにかしてよ。わかっています。ではよく見てみますね。バンドエイドを貼ってと。見てられない。よくなった。なってない。うん、そうか。じゃあ栄養を取るためにお菓子を食べましょうか。うん、あ、私の大好物がある。
あとこれで仰いであげましょう。うわ、めっちゃ寒い。全然温まらない。あ、やっぱりすごい熱。どうすれば楽になるかな。そうだ、薬を買おうか。これじゃ足りない。薬は高すぎて買えないよ。うん、お母さんに助けてもらおう。もしもし。うわ、もう着いたの。ああ、あなたが病気の時ってわかるのよ。救急箱を持ってきたのよ。すぐに良くなるわ。まずは紅茶から。できたわ、飲んで。紅茶が嫌いなのは知ってるけど、元気になるためよ。うえ、熱が冷めても紅茶で死んじゃうよ。次はハーブよ。ああ、匂いを嗅ぐだけで元気になっちゃう。それ入れたらもっとまずくなるんじゃない。そうそう、そのまま飲み続けて。あ、そうだ、次はママ特製スープよ。豆のスープは嫌いだって。そんなこと言って、口を開けて。これで良くなるから。はい、よくできました。じゃあ次は、そうそう、リンゴ。うん、もうちょっと艶を出さなきゃ。うん、あー、もう寝ちゃったの。寝冷えしないよう気をつけるのよ。うまくいった。よし、バレてない。はい、試験を始めますよ。開始、実力を発揮してください。え、マジ？これしか入ってないの？げえ、短い色鉛筆しか持ってない。先も折れてるし。おお、リジーのはすごいな。いろんな文房具がある。ああ、俺はこれだけか。待てよ、お金持ってたっけ。これじゃ絶対無理だ。そうだ、ゴミ箱に何か入ってるかも。何が入ってるかな。ゲ、リアム何やってんの。アイスの棒だ、絶対に使えるぞ。よし、教室にあるシリコン型を使ってみよう。水を入れてから食品着色料を加えて、よーくかき混ぜよう。よし、他の色も加えてみよう。そしてアイスの棒が倒れないように刺して凍らせる。よし、全部凍ったら次に行こう。 OK、 アイスクレヨンで実際に描いてみよう。いいね、めっちゃカラフル、いい感じ。ついでにちょっと舐めちゃおう。うん、うまい。うん、結構頭いいわね。うん、私はどうしよう。そうそう、お金持ってたんだ。これだったら十分。えへん、ボンジョー、絵をお描きしましょうか。支払いは後。まずは描いて。はい、そうですね、傑作をお描きします。はあ、美術って退屈。完成しました。じゃーん。何それ、下手くそ、あっち行って。私の芸術は。趣味が悪い女だ。はあ、芸術家って最悪ね。ああ、どうでもいいからさっさと描いて。はい、先生にクラスで一番うまいって言われたんです。クレヨンの塗り絵は大好き。よし、できた。何これ、家と雲？メリー、これじゃダメ。うわ、泣かないで。どうすればいいの。あ、ロリポップあげる。何それ、ロリポップ？え、それがいい。あ、お金、わかったわ。ほら、もう行って。次。うわ、最悪。うわ、じゃあ見てください。ほら。うわ、すごい、気に入ったわ。はい、お金。うわ、ありがとう。やった、最高だわ。ねえリアム、見て。ああ、よかったね。俺はアイスキャンディー使ってるんだ。ねえ、そのアートじゃなくてこっちを見てよ。ペントハウスパーティー、ミリー・ボビー・ブラウンが来るの。よし、何を着ていこうかな。よし、このドレスにしよう。めっちゃ似合ってる。やっぱ違うかも、他のにしよう。ピンクのパーティードレス。ピンクは去年の流行りだから他のにしよう。
カジュアルで可愛いこれと金色のスニーカー、あ、ダメ、もっとエレガントに。ショートドレスは、ああ、よし、わかった、スマホで探そう。着たいものがなければ買えばいいもん。ダメ。5000ドルのパーカー決まり。うわ、来た、楽しみだわ。イエーイ、開けちゃおう。うわ、完璧、早速着よう。よし、ぴったり、レギンズも素敵。サングラスをかけたら準備 OK。 私完璧。うわ、こんな手紙が来るなんて、1ドルパーティーの招待状だ。穴だらけの T シャツはダメだな。こっちも穴だらけだからダメだし。ああ、お父さんからの箱か。何か着られるものが入ってるかも。ああ、ジーンズだ、穴も開いてない。他には何が。げえ、これって親父の下着、キモ。あ、黄色のパーカーだ、着てみよう。よし、オッケー、結構いいかも。でも大きすぎるよ、長すぎて膝まで届きそう。どうしよう。ああ、下着のゴムか、まだ使えそう。あ、いいこと思いついた。まず下着からゴムを外して、腰の周りに巻きつけて前で結ぼう。これでよし、結び目を後ろに回して長い部分を持ち上げて、できた、結構いいじゃん。おい、バッグ忘れてるぜ、ほら。 Thank you、 後でね。じゃあな。さて、バッグは OK、 教科書はいいわね、ノート、鉛筆、ペン、水筒は完璧ね、いい調子だわ。さて仕上げましょう。忘れ物しちゃったら大変ですからね。よし、しっかりバッグを閉めるのよ。これで学校の準備は万全ね。やった、楽しみだな。あら、やだ、寂しくなるわ。母さんたら俺も寂しいよ、じゃあね。ボンボヤージュ、息子ちゃん、私のプリンス。2、3、次は方程式か。よ、元気。うわ、信じられない、綺麗だな。はあ、こんなところに来なきゃいけないなんてだる、学校最悪だし、まあいっか。うわ、マジか、楽しみだな。ねえ、ちょっと何ジロジロ見てんのよ。え、違って、どいてよ、スカイのせいで方程式が見えないよ。よかった、まだ方程式は消されてない。綺麗だな、やばすぎ。この方程式複雑だからいいんだよね、計算楽しすぎる。たく、なんだし、ガリ弁、キモいっしょ。そのティッシュよこしな。今数学なんかできないしって、やだ、超セクシー。大丈夫かな、何の騒ぎだね。はぁ、どいてよ、視界を遮らないでってば。よう、数学を受けに来たぜ、ロック。ハニー、授業サボらね。もちろんサボるっしょ。さて、試験の結果を返します。たく、だるい。私のテストか、やば、私の点数、信じらんない。やった、 50% も答えが合ってたなんて、私すごいじゃん。ロックオン。まったく大げさな、この子は理解に苦しむ、こんなにひどい点数なのに。まったく、もう少し低くするべきかな。よしと、完了、これが最終結果だ。え、はあ、点数変えたの。まあ、どうでもいいし。げえ、紙吹雪だらけだ、まったくバカバカしい。ああ、やっとか、俺の試験返却の番だな。はい、どうぞ。ちょ、一体これ何ですか、 99% なんて。ああ、それが君のテスト結果だよ。貸してください、俺より高い点数のやつはいないはず。あ、ダメダメだ、ひどい点数だ。このクラスの担当に嫌気がさしてきたな、手に余るよ。 100% じゃなかったの、息子失格よ。絶対荷物をまとめて出ていくことになっちゃう。完全にホームレス状態だ、俺の人生おしまいだ、行くあてなんてない、外は灼熱なのに。うわぁ、どうして満点を取れなかったんだろう。テストを貸しなさい、点数を修正しよう。ほら、99点中99点、これで満点だ。これが新しいテスト結果だぞ。待てよ、これって満点。
スカイどうだ、俺のテストは満点だぞ。やったー、嬉しすぎて宙に舞う思いだ。一体どうなってるんだ。おお、どうやら俺が一番乗りみたいだな。持ち物を並べて授業の開始を待つか。う、荷物が多すぎてかさばるな。さて、椅子に腰掛けてと。早く教室に着くなんか楽しいな。よし、バッグを広げるか。筆箱を出して、きちんと順番に並べよう。よし、これでいいかな。次はと、あー、蛍光ペンって最高だよな。これも順番に並べて。あ、定規で測った方がいいな。きちんと測定しないとな。うん、そしたら正しい距離に蛍光ペンを広げるんだ。よし、もう少しこっち。うん、完璧だ。ふう、繊細で細かい作業だったな。間違いは許されない。これはよし、次はこれ、最後の2つ。分度器も全部用意したし。待てよ、汚れが。綺麗にしないと。よし、これでマシになった。うん、机のどこに置こうかな。よし、完璧だ。楽しみだな。全部配置につけたし、授業の準備万端だ。うん、授業が始まるまでもう少しあるな。うん、このハサミはしっかり油が差してあるから、いつでも切れるぞ。少し休んでおくか。大丈夫だよな。さて、授業を始めるぞ。まずは出席確認だ。オリビア。はい。ジュリー。はい、準備万端です。はいはい、そういうのはいいから。僕の名前は呼ばなくていいよ、出席してるから。スカイ、スカイはいるか。スカイいないのか。誰かスカイを見なかったか。やべ、出席確認に間に合わなかった。こっそり侵入しないと。マジ最悪、学校とかたるすぎ。ああ、これが最後だぞ、スカイ。よし、間に合った、席についてと。やった。あ、すいません、います。うん、あれ、ずっといたのか。いましたよ、ずっと座ってましたって。まあいいか。先生、私言いたいことがあるんですけど、こいつ机で寝てますよ。ほう、なるほど、珍しいこともあったもんだ。うん、がっつり眠りこけてるな。うん、うわ、しまった、整理整頓したのに。おお、落ち着きなさい。全部並べ直さないと。授業の時間だ、席に着かないと。話してよ、これは私の席なんだから。ああ、マジかよ、俺の席だぞ。話してよ、点数稼ぎ。ファイト。今のは結構でかかったんじゃない。飽きたな、ガム噛んでないと寝ちゃいそう。スカイ、何してるんだ。何もしてません。けしからん、授業中のガムは禁止だぞ。このガム、わかったよ、どうでもいいし。うわ、スカイ、おめえかっこいいな。マジ生かしてたぜ。許せないぞ。このクラス最高じゃん。うん、机の裏にあるのはなんだ。ゲッキもガムかよ。全部処分してやらないと。あと一つ、おしまい。本当にひどい。先生、机のガムを処理しておきました。なんと、信じられない。レオは世界一最高の生徒だな。拍手を、レオに拍手を。信じられない、こんなに幸せなことは初めてだ。ったく、何このアホらしい方程式。こんなの解けなんて、オタクかっての。そうだ、全部消しちゃえばよくね。うわ、スカイ、おめえすげえ。計算式を消しちゃうとか？ロックだな。やった、数学。方程式は大好きなんだ。こんなの楽勝。答えはもちろん4。大正解だ、素晴らしい、彼に拍手を。さて、この計算式の答えが分かる人はいるか。誰か。分かります、僕答えられます。お願いします、僕を示してください。手挙げてますよ。うん、それなら答えを頼むよ。答えは92です。大正解、素晴らしい。俺こそナンバーワン、スカイはワーストだ。さて、次の問題の答えが分かる人は。ったく、バカバカしい、どうでもいいし。はい。お、スカイ、答えがわかるのか。いや、自分にハイタッチしてるだけっす。スカイ、またやってくれたな、ドック。かっけー、スカイ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 。やめなさい、スカイを下ろして教室から出てきなさい。離せよ、スカイ、俺のだ。二人ともやめなさい、椅子ならもう一つあるから、机は共有しなさい。ほら、座って、黙って試験を受けなさい。試験時間は30分だから、無駄にするなよ、始め。次のページは何かしら。
あら、ペンがない、どっか行っちゃった。ねえ、ペン一本借りるから文句言わないでよ。ったく、勝手にしろ。お前最悪だな。先生に告げ口してやる。そしたら懲りるだろ。もうこの問題の答えはあと、あれ待てよ、生物学の教科書を読んでた時のことを思い出す。うわ、変なフラッシュバックだったな。全然役に立つわけでもないし。よしと、バカバカしい試験とかもうたくさんなんて、ちょっくらカンニング、誰も見てないよね。カンニングペーパーを持ってきておいてよかった。答えを写すだけ。よし、誰も見てないよね。次のペーパーを取り出そう。これが正しい答えか。完了。うん、もしかして C？ いや、D か。スマートウォッチは便利だな。今日つけてきてよかった。爪にも仕込んであるんだ。ちっちゃいけど、試験で落第しないためには必須なのよ。よしと、この問題の答えは D みたいだね。他の方程式は指の間。何見てんの？自分のテスト用紙でも見とけば。そうだ、自分のカンニングペーパーを確認しよう。念のため答えを手に書いておいたんだ。ん？え？あら、明らかにカンニングじゃない。まずい、先生が来る。何をしてるつもりかしら。信じられないわ。まったく困った子ね。スカイもたくさん隠し持ってますけど。私何も隠してないけど、ほら手にも何も書いてないし、手のひらには何も書かれてないわ。え？でも、そんな、人生最悪の日だ。そう？はは、顔中にインクついちゃってんじゃん。やっとランチだわ。おいしそう。そこ、私の席よ。どいて。意地悪ね。ここに座っていいのは私だけよ。やっと落ち着いてサラダを食べられる。ちょっと、何なのよ。お気の毒、これもらうわ。あら、元気？昨日のドラマ見た？もう目が離せなかったのよ。お互い愛してるって分かった時なんか特に、そんな展開考えもしなかったわ。もちろん別の男の人がやきもち焼いちゃって。ちょっと、何なの？聞いてるの？他の人とでも話してくるわ。あら、あそこに行こう。何食べてるの？おいしそう。昨日何のテレビ見た？うわ、この子おしゃべり止まらないのよね。ちょっと、どこ行くのよ。もう、誰か話し相手いないかしら。いたわ。先生だったら聞いてくれるよね。先生、昨日のドラマ見ました？殺人犯がまさかあの人だったなんて信じられなくて。面白いわね。でも授業に行かなきゃ。授業？まだ昼休みですよ。待って、私も行きます。それだけじゃなくて、お化けもいるんです。お化けは亡くなった奥さんだと思うけど、妹かもしれない。ちょっと、これを持ってて。トイレに行くからここで待っててくれる？待って、恋愛の話もあるんです。急いで、あの子が来る前に閉めなきゃ。誰と誰がデートしたかわかります？逃れられないわ。全然たまらない。そんなの予想もしてなくて。そうだわ、イヤホン。これで聞こえないわ。よかった、ここがトイレじゃないと思えばいいのよ。キラキラのワッフル。そうだ、犬の話をするの忘れてました。どういうこと？夢か、よかった。こいつめ、絶対私が勝ってやるわ。フルーツに負けるなんて絶対ないわ。あれ？え？お菓子なくなったじゃん。ゲームで勝つにはガソリンがいるのに。こっちもないの？どうしよう、お腹が空いたわ。そうだ、思いついた。 VR を使うのよ。美味しそうなフルーツがいっぱい。あ、これ結構難しいわね。また私バカみたい。フルーツなんていらない。ドーナツが来たわ。
痛い。そっか、現実じゃないのよね。ちょっと何してるの。時計を見てください。すいません。あー、美味しい。膝にお茶をこぼしちゃった。大変だ、大丈夫？どうぞ、このナプキン使って。本当にどうもありがとう。いいんだよ、素敵な服が濡れてたら気の毒だから。あら、私の服好き？教室で見たんだ。黄色は私の好きな色なの。うわ、髪にべっとりついてるよ。待って、やだ、髪に絡まっちゃった。冗談でしょ。キャー、止まらない。ゴミ箱をやめて。もう、なんて日なの。ゴミだらけ。まったくゴミみたいな日だわ。このクッキーを食べるの楽しみにしてたのよ。あら、元気？綺麗な髪ね。気味悪い子ね。隣に座らないでよ。はい。ランチの時間よ。美味しそうでしょ？どれから食べよう。気持ち悪い子ね。まず目玉から食べようと思うの。どう？口から見えるわ。キャー、こんな子の近くにはいられないわ。まぬけな子ね、すぐ怖がるんだから。あら、いただくわ。新鮮なきゅうり、おいしい。お昼休みだ。そうだ、手を消毒しなきゃ。きれいな手はきれいな生活。ばい菌はごめんよ。あら、元気？うわっ、机を動かさなきゃ。危険だわ。もう潔癖症ね。ありえない、バイキンを撒き散らされたわ。汚い、汚い。あら、そう、私はランチを食べるわね。お詫びにこのクッキーあげる。やめてよ、バイキンクッキー。食べ物にスプレーしないでくれる？目に入ったじゃない。あら、元気？元気よ。授業で使うものをリュックから出そうかしら。これは机に置くもの。そしてペンケース。何してるの？だって昼休みよ。あなたがノロノロしてるから。あら、じゃあこれはしまうわ。まずペンケース、そして飲み物を出して、ランチが入ったお弁当箱。うーん、美味しそうなサンドイッチ、いただきます。昼休みは終わりですよ。ごめんなさい。授業の時間です。これしまわないと。ランチは後で食べよう。また幾何学の本を出さなきゃ。あれ、なんでこんなに暗いの？あなた何してるの？学校は何時間も前に終わったわよ。早く帰りなさい、急いで。ごめんなさい。それじゃあ。よっ、試合見た？ちょっと、あれ見ろよ。ねえ、僕のチョコバー食べる？お菓子あるんだ、分けてあげる。ポテトチップはプリングルス好き、おいしいよ。ああ、あのリンゴ。ねえ、あなた、そのリンゴ、おいしそうね。欲しい？あげるよ。どうもありがとう。優しいのね。ポロシャツ似合ってるわね。なんだあれ、さすが人気者。さて、チェックするわよ。お昼ご飯を検査しなきゃ。これ、私の基準クリアしてる？まあ、良さそうね。チーズサンドのサイズが合ってなさそう。全部測って測定しなきゃ。
なんとか合格ね。リンゴ。重さを測らなきゃ。小さすぎはダメよ。全然ダメじゃない。どうしようかな。すみません、このリンゴ。何？サイズが規格外よ。やばい、好みが激しい子だ。逃げよう。待って、ねえ、私のリンゴ。お昼休み、あなたはどのタイプ？コメント欄で教えてね。この動画を友達と共有してね。他にも面白い動画があるから、チャンネル登録してお見逃しなく。